はすごく受講生のみんなが積極的 でみんな宮口先生に質問しに行く雰囲気があって、宮口先生も質問にもう端的にもう簡潔に回答していただけるので、なんか難しいことでも分かりやすいのでそこが良かったです。なんか難しいことを噛み砕いて簡単に教えてくれるのですごくありがたかったです。宮口先生の言う通りにしていたらなんかあれよあれよという間に一発合格したという感じなので、皆さんも宮口先生の言う通りに勉強していけば必ず合格できると思いますので頑張ってください。信じるものは救われるということですかね。本人の努力ですよ、まずは。まあ俺はもうアシストだからね、自ら主体的に受かりたいという気持ち、それを私はそのアシストするだけだから。でもそれにこう素直に従ってくれたということで結果が伴ったということだと思います。せっかくこの難しい弁理試験に受かったんだから、こっから先はスタートラインに立ったと思って、困った時は弁理試験の克服したその自信をねに基づいて、これからも実務上立ちはだかる困難に打ち勝ってください。おめでとうございました。私は野富先生の通信の授業を受けていたんですけれども、野富先生が配布してくださるスケジュール表だったりヌプロシートっていう教材があったので、通信でも自分で勉強を進めることができたと思っています。野富先生ありがとうございました。私は通学のクラスで受講しておりまして、結構途中授業についていけなくなって落ちこぼれた時があったんですけど、野富先生にスケジュールの相談させていただいた時に、ここはやった方がいいとか、ここよりもこっちの優先順位を上げてっていう風な的確な指導をいただいたおかげで合格することができました。ありがとうございます。通学でお世話になってたんですけれども、野富先生の講義はすごく分かりやすくって、でまた印象にもすごく残ってまして、通勤中とかに野富先生の講義を何回も何回もずっと聞いてたんですけれども、試験中も野富先生の声がこうリフレインしてくるぐらいでした。野富先生本当にありがとうございました。担当直前になるまで条文のどこの何条をやるとか、どの時期にどの勉強をするのかっていうのをすごくきっちりと計画していただいて、計画性がない私でもすごく勉強はうまくできたなと思いました。大変助かっております。ありがとうございました。今年のクラスはちょっと全体的におとなしいなと思ってたんですけど、終わってみればなんかみんな同じぐらいの世代で仲良くて、みんな合格していただいてよかったなと思います。皆さんおめでとうございました。はい、それじゃですね、合格者インタビュー続き、先生は本当に面倒見が良くて、ゼミも無料で何回もやってくださいましたし、卒業後も会派の祝賀会などに誘っていただいたりして、一生お付き合いができる先生だと思います。佐藤先生の講義は、暗記というよりもしっかりと理解をさせてくださるような講義ですので、長期間になる勉強でも知識が長く定着しやすいと思います。佐藤先生が周りの方に感謝して進めば絶対に合格できると前おっしゃっていたことは本当ですので頑張ってください。佐藤先生の講義ですとしっかり理解をして勉強することができて、とても勉強が楽しいというふうに思うことができるので、そういったモチベーションを保ちつつ勉強を頑張ってください。このように、短期で受かる方やっぱいらっしゃるので、それもね、いろんなことを踏まえていろんなことをこう総合的に考えて結論を出すっていうのがこれから多分必要になってくる時代だと思うんですね。それに向けて、いい弁理士で、弁理士ってこんなにいい仕事なんだってことをね、ぜひ体現していただきたいと思ってますね。ぜひこれから頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。授業を受けて良かったところについて皆さんお聞かせ。難しい内容なはずなのに分かりやすく説明していただいているので、合格することができました。馬場先生 の授業で論文の授業を受けてたんですけど、評価がすごい客観的な評価をしてくださるので、信じてこう最後までついていくことができたなと思います。ありがとうございます。
馬場先生の講義は、とにかく楽しかったです。本当にありがとうございました。馬場先生の授業では各全クラス全員の中で自分がどれぐらいの位置にいるかっていうのを明確に出してくれるので、自分の悪いところ、できなかったところっていうのをはっきりと出してくれたところがとてもいいところだと思います。ありがとうございました。実務経験がゼロでも全然専門外でも本当に分かりやすく先生方が教えてくださるので、先生と自分を信じて頑張ってください。すごい大変な時間も多いと思うんですけど、勉強自体はすごく面白いことも多いので、まあ、その面白みを感じつつ最後まで頑張ってください。私みたいに全く未経験の方であっても勉強すれば合格できる試験だと思います。皆さん頑張ってください。まあ、難しい試験ですが諦めなければ必ず合格できます。頑張ってください。皆さんどうもおめでとうございます、ね、非常に優秀な人たちですから勉強頑張って合格しましたのでね、ぜひこれに続いて優秀な人ね、弁理士合格目指して頑張りましょう。はい、ということでさよなら。それではいきますよ、いよー、どうもありがとうございます。